トロボラとは、モンゴルのハーンであるバトモン家の長子。アルタンハーンデンでは、トゥルバイも表記され、病朝の肝心は、鉄力背後と記した。父親より、チャハルブを相続し、その後継者とみなされていたが、父よりも早くに亡くなったため、息子のボディアラクが、ハーニーを継いだ。ボディアラク以後のモンゴルのハーンは、ミナトロボラとお外する、チャハルブの部族長から排出された。 ダヤン・ハーンとその精細マンドフイ・ハトンの間の、長子として生まれた。猛古源流などのモンゴル五年代記では、次男のウルス・ボラトと双子であったと記されているが、双子で生まれたというのは疑問視されている。本来は、ダヤン・ハーンの後継者と目されていたが、ダヤン・ハーンの生前に亡くなってしまったため、チャーチャン・ジョージョーゴーとの間に生まれたトロ・ボラトの、長子・ボディアラクが、ハーニにつくことになった。 しかし、トロ・ボラトの弟で自能を称していたバルス・ボラトは、ボディアラクがまだ幼年であることを理由に、ハーニを一時散脱した。後に成長した、ボディアラクは改めて、ハーニーにつき、以後モンゴルのハーンは、トロ・ボラトの子孫であるチャハルブの王家から出るのが、慣例となった。これは、爪飛メトブのアルタン・ハーンなど、チャハルブをしのぐ実力者が現れた時であっても、覆されていない。 蒙古源流では、バルスボラトの三位を記していないが、その他のモンゴルネイン大同時代の漢文資料にも、トロボラトが創生したためバルスボラトが、ハーミを得たことが記されている。秋代の漢人、テー・アキラは、聖徳の間、アジリン大吉が四シエブのイブラヒムに殺され、その子供たちが幼かったために、アチョが後を継いだと記している。 猛古源流の記載による吉田1998-232ページ、モンゴル語資料の記述に従えば、マンドフイハトンは3組もしくは4組の双子を続けて出産したことになるため、猛古源流がバルスボラトの三位を記していないのは、著者サガンセチェンがバルスボラトの子孫であり、先祖の行為を隠そうとしたためであると推測されている和田1959 523ページ。ありがとうございます。